ラスボスを遠隔タウントでこちらまで引き寄せる。まず起伏します。しばらくすると炎にまみれて精霊を出してくる。他のメンバーと近づきすぎると全員に出現する。その時まで離れましょう。この状態になったら近くの岩場に背を預けるように待機。精霊が出たら向かいの壁に脱出します。範囲が落ちるから移動するわけです。二人で引き寄せ、速攻で倒しボスを削ります。精霊脇はメンバーに近いと全員分出てしまうため、こういうやり方になってます。最終戦はタンクとヒラが手順を知ってると良いかな。ラスボスの HP80 を切ったらタウントをやめてヒラさんと交代します。ここでは78でヒラがタウントしてボスをキープする。このために体力や耐性高めの装備にしたい。HP75 になるとミニボスが2体出る。タウントして引っ離します。よく見ないと似てるから間違えるね。範囲攻撃するので当たらないように。溶岩を渡ったところがギリギリかな。ラスボスの HP のパーセントを見て53あたりで2体を連れ戻ります。全員の HP が減らされ瀕死になる。ここでヒラさんは倒れます。予定通り、ミニボスがさらに増えるのでさっきの奴らとまとめて向こうに連れて行く。ポータルから出現する奴を見てないとどれがボスだかどこだか迷うね。あとは皆を範囲に巻き込まないように離れこちら側で粘ります。む、まだ残ってるな。こちら側で耐えるだけなので黒炭とかも必要でない。回復系装備で大丈夫ですね。ラスボスを倒してもらうまで粘ります。倒れた後に炎の精霊が何体も出る。その時点でクリアはしてますが油断せず倒しに行こう。終わり。精霊を取って倒せば終了だ。これは確か去年の10月くらいの動画ですね。残ってたからドラゴンスターのラストの手順としてアップしてみました。久しぶりにやってみると内容をすっかり忘れてて。でもその場の判断で十分楽々クリアした印象がある。今では簡単になったかな。ラスボスのステージで手順確認していたら特に死ぬこともなく終わってたくらい。ここもさっきのやり方でおそらくいけますね。精霊を固定する場所が違うやり方もあるそう。ま、特にクリアできるし変わらないかな。二人同時に召されるんだな。知らなかったわ。報酬は何だろうな。大槌か。いらぬえー。タンクだと剣盾欲しいかな。ドラゴンスターはあまりやらないから持ってないね。さらっとラストだけ攻略はアリーナ用の再生リストに放り込んでおきます。ブラックローズ監獄も少しやるかな。それではまた。